はい、皆さんこんにちは、レク専任講師の横溝です。さて、いよいよですね、2015年度行政書士試験が近づいてきましたね。試験が近づけば近づくほどこう不安になってとか、なかなか勉強が手につかなくてという方も多いかもしれませんけれど、一つ考えなくてはいけないのは、やはりこう行政書士試験もそうだけど、資格試験というもの自体はですね、やはり受けられること自体が非常に恵まれているというふうに言えるんじゃないのかなということをね、これをちょっと思い出しておいてください。だってこれだけ勉強に集中できて、そして試験当日もしっかり試験場に行ってですね、試験を受けることができる状態、これだけの状態というのは自分一人の力で作れるものではないでしょう。周りの人の協力もなければいけない、家族がいらっしゃれば家族の協力も必要かもしれない、いろんな人の協力のもとで成り立っているものなんです。この協力体制が未来ずっと続くとは思ってはいけないです。来年もしかしたらその協力体制作れないかもしれないよね。今年しかないんですよ。だから今たとえ苦しいなと思ってたとしても、不安だから勉強が手につかないと思ってたとしても、それは贅沢だよね。みんなの協力のもとで試験を受けることができるんだっていう、そのありがたさを十分に感じながら、周りに感謝しながら、そして今やれることを精一杯やりましょう、ね、ここまで来たんだから、あとはあなたが頑張るか頑張らないかで合格できるかどうかはもう決まってくるんです。世の中自分の力で何とかできることってそうそうないんだから、だからぜひ全力を尽くしてですね、やるべきことをしっかりやって、そして合格を勝ち取ってきてください。まあ、試験場ではね、また何回も嫌になっちゃったり苦しくなったりすることもあるかもしれないけど、その度に今のことを思い出しながら、また日々の学習に戻っていただけるといいんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、精一杯頑張ってね、最高の準備をして、ぜひ合格、そしてその先を目指してですね、全力で走り抜いていってほしいなというふうに思っています。頑張っていきましょうね。